コンビニや薬局よりも多く、およそ18万団体に上ります。では皆さん、自分の家の宗教や宗派を知っていますか？宗教を信じる親、そしてその子供に信教の自由はどこまであるのでしょうか？こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。今回取材に応じてくれた黒川さん、生まれた時から母親がある宗教に入っていたため、疑いを持つことなく二世信者という人生を送りました。朝起きたら神に祈るところから始まり、神に祈って終わる、本当にそれが当たり前の生活というか、違和感ないというふうに思ってました。物心がついた時はすでに宗教を信じることが半ば当然だったと振り返ります。神を信じなさい、神の言われていることをきちんと守る。しかしいざ入ってみると厳しい規律が多く、徐々に違和感を覚えていきます。性的なものをこう見てはいけないというルールがあったので、成長にするにつれてそれに興味があるし、必然とこう自己をしてしまったりとか、まあ、自分はこのままだったらこれを続けたら滅びてしまうんだ、楽でもいけないんだという脅迫概念がすごくあって、本当にこう言われています。信仰心ではなく禁止行為を繰り返した罪滅ぼしとして信者が集う集会に参加していたといいます。こうした二世信者特有の苦しみを感じているのは彼だけではありません。やっぱここ記事いるんですね。ハルキ、まだ突っ込むなよ。上からプレッシャーかけて走った記事に突っ込ましたいですね。記事そこの下に歩いてた。はい、できれば奥から手前に押してほしいですね。浅い草むらを走らせれば、はい、多分弱いプレッシャーかける方が、おい、あ、はい、はい、次4回目や。入ったけどかなり遠い。春樹行くよ。